コロナで危機感を持った国民がいる間に憲法改正を進めようという声が聞こえてきますそのやり口を詐欺と呼びます災害便乗型の詐欺です本審査会の尊敬する諸先輩方の中にはそのような火事場泥棒的発想を持つ人はいないので今日は安心して発言できることを感謝申し上げます先ほど山本太郎議員の詐欺というのは刑法犯罪者のことでありそれが国権の最高機関として そしてまずこの憲法審査会でふさわしいかどうか山本太郎君令和新選組代表の山本太郎ですコロナで危機感を持った国民がいる間に憲法改正を進めようという声が聞こえてきますそのやり口を詐欺と呼びます災害便乗型の詐欺です本審査会の尊敬する諸先輩方の中にはそのような火事場泥棒的発想を持つ人はいないので 今日は安心して発言できることを感謝申し上げます憲法改正は立法府が取り組むべき優先順位としてかなり低いものであることをしっかり政治家が認識しなければなりません2022年参議院選挙後の7月に行われた共同通信世論調査選挙で投票する際最も重視した政策を見てみると1位が物価高経済対策 42.6%2 位が年金医療介護12.3% 3位が子育て、少子化対策 10.、10.4%。4位が外交や安全保障、9.6%。5位以降にコロナ対策、原発、エネルギー対策と並び、憲法改正、5.6%。国民が求める国政における重要課題は、憲法改正ではないとわかります。国民にとっての最重要課題は、目の前の生活です。不安しかない将来、老後です。 会見を直ちに進めたいという人には申し訳ない話なんですけれども、憲法を変えなければ直ちに不都合がある状態ではございません。逆に、現行憲法が遵守されなければ命や暮らしが脅かされる事態が存在します。25年間に及ぶ経済不況、そこにコロナの感染拡大、そして輸入物価高という三重苦の中で、明らかに生存権や幸福追求権が脅かされ続けている。本年、 岸田政権の経済財政報告の資料にあった所得の中央値。全世帯で所得の中央値が25年間で131万円も減少したと。先進国の中で唯一不況が続き衰退し続ける国が日本。先進国の中で唯一日本だけが賃金が上がらない国。高い所得から低い所得全て並べて真ん中の値、中央値が131万円も低下。 一部の勝ち組以外は多くくが貧しくなった。それが日本なんですねこの30年近くの間ほぼ一部資本家のためだけに政治は機能してきた直感比率の是正の掛け声とともに大企業に対する大減税を行いそれと両輪で消費税を減税働き方の流動化の名のもとに労働環境を不安定にしいつでも首を切れる非正規労働者を増やす海外からの低賃金労働者も流入させ賃金が上がりづらい圧力を強める 人々の収入を減らし、購買力を奪い、事業者の収益を減らし、国内の需要を落ち込ませる無限ループ。国内産業は新たな需要を求め、国外に移転。国内の空洞化は加速しました。一方で資本化は過去最高益を上げ続ける。賃金を削り、未来への投資、設備投資も削り、株主への還元を最大化する株主市場主義に転換。内部留保は10年連続過去最高。 昨年は516兆4750億。11年度からの増加率は約8割です。その一方、国民生活どうなってますかコロナの前、2019年、厚労省大規模調査を見れば、生活が苦しい、やや苦しいと答えた割合、全世帯で54.4%、母子世帯で86.7%、コロナの前から憲法25条違反なんですよ。 全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると、憲法25条守られてませんよね。憲法改正云々言う前にやるべきことあるんです。将来に不安しかない。そういった人々の認識が広がれば生きる希望も失われます。厚労省人口動態統計を見ると、2019年時点で15歳から39歳の若者の死因、死ぬ原因の第一位は自殺です。 子供から大人まで死にたくなる社会を広げたのは紛れもないここ永田町社会不安を自分たちの手で作っておきながらその責任も感じない政治家たちが今もあぐらをかいている状態ですが自分たちが蒔いた種により見捨てられた就職氷河期老老介護介護離職介護殺人ヤングケアラーなど社会問題は肥大化しています個人として尊重されるどころか自助共助でなんとかしろ甘えるな 国にもたれかかるなという憲法13条違反はずっと前から続いています。まさにこの世が地獄。そこにコロナの感染拡大。打撃を受けたのは、ここの30年で最も政治が切り捨ててきた弱い立場の方々です。特に女性の貧困と自死が加速。2021年横浜市が行ったロスジェネ非正規女性の調査。年収はほぼ2人に1人が200万円未満。貯蓄は10万円未満が最も多い。 収入の低さから病院にもなかなか行けないという実態が明らかに。2021年、自殺対策白書。飲食、サービス業など、非正規女性が多い現場の雇用環境が悪化。2019年までの5年間の平均と比べ、女性の自殺者数は3割近く増加。学生も困窮。親の収入が減少。バイト先の仕事もなくなり、経済的事情で退学を余儀なくされた者もいる。これらは過去の話ではありません。 毎週同様に民間が行う新宿都庁前での食料配布。受け取る人の数はコロナ前で40人から70人程度でした。今年の10月29日には過去最高631人。コロナ以前の10倍もの状態。長田町の政治家が想像するよりもはるかに時代は悪化の一途をたどっている。政府は目の前の物価高騰に策を打つと言いますが、検討違いも甚だしい、25年以上の不況、そしてコロナ、 そこに輸入物価高騰、この三重項を何とかする意識と、気概と政策がなければ、この国は立て直せない、そしてこの憲法違反の状況は是正されません消費税を廃止、悪い物価高騰が収まるまで一律の現金給付は緊急対策としてマストです、本審査会は憲法がその趣旨通りに実施されているか、憲法違反が生じていないかを調査する役割を持つと。 先日の理事懇談会でも確認されました憲法を通しての行政監視を行える唯一の本審査会で本日私が発言した25条違反13条違反はもちろんのことそれ以外にも保護にされ続けている憲法違反および疑いに関する調査を徹底的に行いしっかりと是正するよう政府を導き監視するそのような本審査会の本来の本格的活動に期待して私からの発言を終わります 最後に、先ほど山本太郎議員の詐欺というのは刑法犯罪者のことであり、それが国権の最高機関として、そしてまずこの憲法審査会でふさわしいかどうか、議事録を精査していただいて、幹事会でご検討いただきますよう提案いたします。以上です